さん、こんにちは。和太鼓欅、高校3年の野塚と野口です。よろしくお願いします。はい、先ほど演奏した曲は説明にもありました通り、熾烈川越城の戦いという曲になります。このここに使われる熾烈というのは、熾烈を極めるや熾烈な戦いなどで使われるあの熾烈です。この曲は日本三大奇襲の一つである川越城の戦いをごとにしていて、劣勢の中最後まで戦い抜いた北条綱重と北条氏康の友情を描いたものになっています。この熱さにも負けない僕たちの熱気が伝わったのではないかと思います。それでは次の曲の説明を野口くんお願いします。続いて演奏する曲はタイという曲です。この曲は前にありますしめ太鼓と後ろにある長胴太鼓を使って演奏する曲です。このまず長胴太鼓は1つの太鼓に3人の奏者がつって行われます。この曲は和太鼓欅に入って初めて演奏する曲です。でもその曲に関して言うと、そのこの曲はよく簡単なのではないかと思われるポイントがいろいろあるんですけど、決して簡単ではなく、この曲は和太鼓に関するいろんな重要な技能が詰まっている曲です。今日はその曲を高校1年生と中学1年生で行います。それではしたいです。Thank you.
そもそも知ってるけど、少しに名前を書いてあるから、もう時間。